あなたの夢見リアム度診断、皆さんどうでしたかね。どうも皆さんこんにちは、くちゃねと申します。よろしくお願いいたします。ということで本日のね、工場ガシャは予想通りリアムちゃんがやってまいりましたよ。ということでね、いつもね、いつもなんか最近ちょっとやってなかったんですけども、これをね読んでたんですけども、これをね読むことによってね、冒頭いきなりこれをガシャ この子が出ましたって演出などにいきなりこれをぶち込むことで、明らかになんかこう、評判が悪そうな気がしたんで、今回読みませんけども、これはね、ぜひぜひね、意味がわからなかったんですけど、僕には理解ができなかったんですけども、リアム診断ができますのでね、ぜひやってみてください。ということで、本日はガシャがやってまいりました。ガシャ更新です。リアム、ボイスも実装されました。知ってるとね、ボイスも実装されました。あれですね、過去2人来た特技と同じような感じですかね。でございまして、なんかいろいろありますと。いつもの特技でございますね。で、特訓前がこう、なんかもうだるそうな感じ、こんな感じな。この雑い感じ。で、特訓後が一応ちょっとちゃんとこう、かっこつけてるよみたいな感じですね。で、見たらですね、なんだっけ。これなんか書いてるんですよね。ラブミー、なんだっけ、テンダーってかわからん。これがなんかこう、永遠に愛せよ、愛せみたいな。さっき喋ってた。そんなん言ってたんで、ずっとしこるよみたいなことですね。僕をしこるよみたいなことだらしいです。素晴らしいね。なんか、とにかくこう、まずこの、SS レア、夢見リアムは救われたいっていう、この、何ですかこれ。すごいね。いや、すごいよね。本当にすごいと思います。なんか羽生え、なんかめちゃでかい羽生えてて、で、缶バッジつけてるんですよね、2個。リアムって書いてる缶バッジと、なんか、リアムってなんか缶バッジつけてますよね。缶バッジもつけてて、で、この父のデカさ、父のデカさもありますし、これか、僕ってか、なんか、僕っていう缶バッジと、なんか、リアムバッジみたいなのつけててね。なんだと。で、このもう、特訓前のこの父の出方のだるそうな感じ。ぐちゃぐちゃな感じ。で、なんかテーブルの、テーブルがあるんですよ。テーブルの下の、テーブルの裏面にある、なんか、説明書みたいな、説明の、あれじゃないですか。そのテーブルのシールみたいな、説明シールみたいなのもついてるみたいなので、めっちゃ細かく書いてるらしくて、すげえなと思いました。でね、無料ガシャに関しては、17日がこのガシャのラストでございますので、まあ、結構あるのかな。14、15、16、17日ぐらいの分は全部ね、もう、録画ね、して、まとめて投稿しようかなと思っております。普通にリアム欲しいね。まあ、とりあえず納税をね、今回引こうかなと思います。リアムね、すごいね、ここまでこう、今までね、二人でね、リアム、だから、新しい子と、今までの子たちみたいな感じでね、二人同時にいつも行動出たんですけども、今回はもうリアム特権みたいな感じでございますのでね、すごいなと思いました、本当に。ちょ、リアムの声聞きたいな。ノーマルいたよね、確か。ノーマルのリアムで、いらっしゃるかい？レア度でも早いか。ほい。ほい。喋らねえ。まだ喋らないのか。なるほど。まだ喋るわけではないと。誰か喋らんの、これ。あ。すげえ。夢見リアムだし、Pさんもアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ。おお、リアムの声。リアムがね、普通に喋ったってことでね。いや、まあ来ましたね。もうこれはまたね、トレンドがわんさかするのかなと思いますね。ツイッターでもね、盛り上がるのじゃないか。何よりね、無料ガシャ期間なので、皆さんもね、今日の分はね、昨日の限定ガシャを引いてるかもしれないですけども、明日からね、無料ガシャで、まあ、全員リアムを当てに行くということでございますので、かなりね、楽しくなってきた。なんか嬉しいよね。嬉しいよね。なんか、デレステをさ、ちゃんとやってる人たちこう考えて、そのね、リアムとかが、ね、トレンド入りする
そのアイドル、新アイドルとかね、その工場とかで SSA が登場した時にトレンド入りしてみんなで盛り上がってるっていうのを見るとなんかほっこりするよね。嬉しいんですよね、とにかくね。なので、いやー、ありがたいなと思いますよね。誰目線なんやっていう話なんですけども、もうね、4年間ねやってるとね、なんかもうこうそういう感情になってくるんですよ。嬉しいなと、トレンド入りしただけでこう優しい気持ちになるんでね、とてもね嬉しいなと思います。ということでね、こんな感じで本日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よかったらよろしくお願いいたします。ということで、今日はね、ポケモンマスターとかね、やっとわびいしね、20連分くれて、10連引いたら僕が一番欲しかったサマヨールが出て嬉しいと思ってね、で、ちょっとね外に今日は出てたので、ドラクエウォークをね、やったんですけども、すごくねなんかつけっぱででもね、勝手にバトルモードみたいなやってくるみたいな機能が便利だなと思いました。関係ない話をしました。以上、さよなら。